地球に暮らす生物を支えている太陽。巨大なエネルギーを地球にもたらす太陽で、かつてない異変が起こっています。黒点のない時期が続いた数年前から、太陽の活動が弱まりつつあるのです。太陽活動が低い、黒点がないと、地球が比較的寒冷化すると。歴史を紐解くと、太陽の活動が低下した時代、地球では寒冷化が起きていました。さらに過去の地球環境が記録された氷を調べることで、太陽が気温だけでなく気候変動をもコントロールしている可能性が見えてきたのです。地球の気候変動は地球の内部だけで決まっているのではなくて、もっと大きな太陽を中心とした宇宙空間、太陽圏の影響を受けて決まっているということが分かりつつあります。太陽は地球にどのような影響を与えているのか、謎に満ちた宇宙と気候変動の関係に迫ります。国立天文台の研究室です。太陽観測衛星日の出が捉えた鮮明な映像をもとに、研究者たちが太陽の謎に迫っています。日の出による観測は、太陽の知られざる姿を次々と明らかにしています。しかし太陽にはまだ多くの謎が残されています。太陽が持つ磁場はどのように生まれるのか、なぜ太陽の表面よりも上空に広がるコロナの方が温度が高いのか、謎は尽きません。そして今、太陽の新たな謎が研究者の注目を集めています。それは黒点数の異常です。2007年以降、黒点がない時期が長く続き、現在もその数が低い水準のまま回復していないのです。これあくまでも推測ですが、太陽が今までと違う状態にこう入っていってるのではないかというふうに考えてます。国立天文台では望遠鏡によって毎日黒点の様子を観測しています。2009年の黒点数の記録を見ると、太陽から黒点が消えていたことが分かります。黒点のない太陽は決して珍しくありません。しかしこの時は2年以上にわたって黒点がほとんど観測されなかったのです。今回は全く黒点が太陽面上で見られないと、そういう日がかなり続きまして、それ200年ぶりとか150年ぶりとかそういう言い方されてますけど、近代的な観測が始まって以来、かなり珍しい異常なことが起きたということが言えると思います。黒点の観測は今から400年前から続けられています。その間におよそ70年にわたり黒点がほとんど観測されなかった時期が存在します。この期間は発見者であるイギリスの天文学者エドワード・マウンダーにちなんで、マウンダー極小期と呼ばれています。そして実はこの時、地球の気候に異変が起きていました。イギリスで観測された気温の変化です。マウンダー極小期にあたる17世紀後半の気温は、現在より平均で2度近く低くなっています。日本でも古文書の記録に寒冷化の痕跡を見ることができます。元禄時代の17世紀末に起こった大飢饉です。
東北地方を中心に天候不順が長く続き、気温が非常に低くなった様子が伝えられています。歴史を見ると黒点が消えた時代に地球が寒冷化していたことがわかるのです。ではなぜ黒点が減少すると地球の気温が下がるのでしょうか。そもそも地球を温め気温を上昇させるのは太陽の光です。しかし黒点の数が変化しても地球に届く太陽の日射量はわずか 0.2% しか変化しないのです。太陽の明るさ、日射量の変化による地球環境への影響というのはほとんど無視できるということが分かっています。黒点は太陽の何を示しているのでしょうか。それは黒点周辺で起こる現象を見ることで分かります。黒点が黒く見えるのは周辺に比べて温度が低いためです。しかし近づいてみると太陽の表面で特に激しい活動が起こっている様子が見えるのです。実は黒点というのはその温度が低いだけじゃなくて実は非常に強い磁場を持っていると。だから黒点があるってことはそこにすごい強い磁力があるということになります。黒点周辺で起こる巨大な爆発現象であるフレア、そして太陽の上空に現れるプロミネンス、これらの現象は黒点を生み出す太陽の磁場が引き起こしています。つまり黒点の数は太陽の磁場がどれだけ強いのかを示す目印であり、黒点のない太陽は磁場が弱まっていると考えられるのです。普段太陽の磁場は宇宙空間を飛び交う宇宙船から地球を守っています。宇宙船とは恒星が寿命を終え超新星爆発を起こした時に発生する高エネルギーの粒子です。太陽の磁場は太陽系全体を包み込むように広がり、この宇宙船の侵入を抑えているのです。ところが太陽の磁場が低下するとこのバリアが弱まり太陽系に宇宙船が侵入してきます。つまり太陽から黒点がなくなるとき地球には大量の宇宙線が降り注ぐのです。今この宇宙線が地球に寒冷化をもたらす原因として注目されています。太陽から来る光じゃなくて太陽の磁場がその宇宙線の量をコントロールして、それが何らかの形でこう地球環境、地球の温度に影響を与えているのではないかと、そういう考え方もかなり有力になってきてます。では宇宙船はなぜ地球を寒冷化させるのでしょうか。筑波大学の富田茂雄さんは宇宙船が地球の大気に与える影響を研究しています。加速器を使って宇宙船に相当する陽子ビームを作り出し、地球の大気成分に対して照射しました。その結果大気成分の中にある物質が増えたのです。だいたい直径10ナノとかの、エアロゾルが生成するっていうことは、明らかになってます。宇宙船が大気中にエアロゾルと呼ばれる微粒子を作り出すことが分かったのです。富田さんはこのエアロゾルの生成が大気中に雲を作るプロセスに関与する可能性があると言います。
この実験で見えたエアロゾルっていうのは、まあ、非常に小さいもので、だからこれがすぐその雲の生成過程に寄与するわけではないんですけど、まあ、これからまあ成長していけば雲の成長にまあ関連はし得るっていうのかな。実は今、宇宙船が雲を作り出し地球を寒冷化させるという仮説が注目されています。宇宙から降り注ぐ宇宙線は地球の大気の分子に衝突します。すると分子が電気を帯び、周辺に漂う別の分子を引き寄せます。こうして大気中のさまざまな分子が集まることでエアロゾルができます。このエアロゾルがさらに成長することで雲を作るために必要な核が誕生すると考えられています。つまりたくさんの宇宙線が地球に降り注げば、それだけ雲の量が増えることになります。そしてこの雲が地表に届く太陽の光を遮り、地球の気温を下げる。これが宇宙船の増加によって寒冷化が引き起こされるという仮説です。宇宙船によって雲は増えるのか。気象庁で地球の気候変動の調査を行っている及川さんは、現在の気候変動予測の中で宇宙船の影響を考慮するのは時期尚早だといいます。まあ、確かに雲の量が増えれば、全体として増えれば、まあ、地球の気温が低下する方向には働くんでしょうけれども、じゃあその宇宙船が雲の生成にどれだけ影響するのかというところ、そこは十分説明ができていないところで、そこがこの理論の、いわゆるその宇宙船で気候の地球の気候が変化するという理論の、まあ、弱点といいますか、ね、メインストリームの気候の学の中に受け入れられにくいところが、そこの部分のですね、因果関係がよく説明できていないというところ。宇宙船を寒冷化の要因とする説は、確かに雲が増える可能性を示しています。しかし実際に気温を下げるほどの雲が作られるかどうかはまだわからないのです。宇宙船によって本当に気候に影響があるのかどうかとか、そういうことを研究するためにはもっとその定量的な研究っていうのが必要で、これからだからそれで量的なことがもっと明らかになっていけば、本当にそういうメカニズムが寄与しうるのかとかは明らかになっていくとは思います。太陽の磁場がこの先弱まっていくことで地球に寒冷化は訪れるのか。現在のところ理論的な予測は困難です。しかし最近の黒点数の周期的な変化がマウンダー極小期の直前によく似ているという事実も明らかになっているのです。黒点には多い時期と少ない時期を繰り返す変動周期があり、これまで11年の間隔で変動を続けてきました。ところが今この周期が崩れています。本来2007年と予測された前回の周期の終わりが2009年までずれ込み、これまでの11年周期が 12.6 年に伸びてしまったのです。東京大学宇宙船研究所の宮原寛子さんは、この現象が寒冷化と深い関係にあることを樹齢1000年を超える屋久杉の年輪を調べることで発見しました。宇宙船が大気中の二酸化炭素に当たると、通常の炭素と重さが異なる炭素の同位体が作られます。樹木は光合成によってこの同位体を吸収し年輪に保存しています。つまり年輪に含まれる炭素の同位体の量を分析することで過去の太陽活動を知ることができるのです。年輪の分析で分かった
マウンダー極小期直前の変動周期の長さです。実はこの時代も現在と同じように11年で安定していた周期が突然伸びていたのです。さらに周期の伸びは2回続いていました。一方現在の太陽ではすでに一度周期が伸びています。次の10年間の太陽活動次第ですけれども、その終わりがやはり伸びた場合はマウンダー極小期のような非常にスケールの大きな極小期が来る可能性があると思います。10年後地球は寒冷化するのか。最新の研究では宇宙線の増加が別の気象現象にも影響を与える可能性が見えてきました。今太陽の研究者が地球寒冷化の可能性を指摘しています。黒点数の変動周期に異変が起こり太陽の活動が弱まりつつあるのです。地球は太陽からどのような影響を受けているのか、研究はまだ始まったばかりです。しかし太陽の活動が低下し、その磁場が弱まることによって地球へ降り注ぐ宇宙線が増えることは分かってきました。そして地球の気候を宇宙船との関係で捉える新しい研究により気温以外への影響も見えてきたのです。宇宙船が増えた時にどういう影響が起こる可能性があるかというのは、一つはもちろん気温が下がる可能性があるということもそうなんですけれども、雨の量が割と変わるのではないかというふうに考えられます。驚くことに太陽活動によって雨の降り方が変わってしまうというのです。この発見を可能にしたのは地球に降り注ぐ宇宙船の量を記録した氷でした。ここは国立極地研究所に設置された巨大な冷凍庫です。南極から持ち帰られた氷の中には宇宙船が大気とぶつかることでできた様々な同位体が含まれています。この氷をアイスコアといいます。南極やグリーンランドでは大気中の同位体が雪とともに数十万年以上も積み重なり、それが巨大な氷の地面となっています。つまりそこから掘り出されたアイスコアを調べることで過去の宇宙船の量を知ることができるのです。太陽活動の変化というのが分かると、いくつかの同位体調べているんですが、毎年毎年積もる量が多くてですね、時間分解能に非常に優れているというようなことが、言えるんじゃないかと思いますけど。この優れた時間分解能によって新たな事実が見えてきました。これは従来の方法である樹木の年輪によって分析されたマウンダー極小期の宇宙船の量です。このグラフでは宇宙船の大まかな変動しか分かりません。これに対してアイスコアの分析では年単位の変化を調べることができました。すると1年という短期間だけで急増する特徴的な変動パターンが見えてきたのです。もう全然3年ぐらいとか。宇宙船の急増は地球に何をもたらしたのか。宮原さんは雨などの気象変化に影響を与えたのではないかと考えました。そこで樹木の年輪に残るある同位体から当時の湿度を割り出し、雨の量を推定することで宇宙船との関係を調べたのです。で、私たちは酸素18という同位体を使って梅雨時期の日本の雨というのを復元したんですけれども、そうすると宇宙船がたくさん来た時に
おそらく前線が日本のあたりで中部日本のあたり停滞してたんだと思うんですけれども、すごく雨が増えてたという傾向が見えています。マウンダー極小期の日本の湿度を示したグラフです。湿度が高いほど雨が多かったと推測されます。このグラフのピークにアイスコアから判明した宇宙線量のグラフを重ね合わせると、宮原さんの予測通り宇宙線が増加したタイミングと雨が増えたタイミングが一致していたのです。この結果から宮原さんは宇宙船が地球全体の気候変動に影響を与えている可能性を指摘しています。一つの可能性は宇宙船が大気の循環を大きく変化させることによって、どのあたりに雨が増えやすいとか降りにくくなるとかっていうのを変えてしまうということが可能性として考えられます。おそらくその宇宙船が来た時に気候がどうなるか、特に雨の場合はそうですけれども、雨が増えるか減るかというのは場所によってかなり大きく変わってくると思われます。それは地球システム自体がどういうふうに宇宙船に応答するかということで決まっていると考えられますけれども、それがどういう仕組みで動いているかというのは今後調べていく必要があります。宇宙船が地球の気候を左右する。宮原さんは私たちの記憶に新しい最近の異常気象にも宇宙船が深く関わっているのではないかと指摘しています。一番最近の例で宇宙船が一番たくさん増えたのが2009年だったんですけれども、その時にやはり地球全体で雨の降り方あるいは雪の降り方が結構変わったというようなことが起きていました。長期間黒点が観測されないという異常事態が起こった2009年、この年は観測史上で最も多くの宇宙船が地球に降り注いだ年でした。そしてその後の1年間に地球全体でさまざまな異常気象が観測されたのです。例えば日本では2010年の4月に関東を中心に季節外れの雪が降り世間を騒がせました。そしてアメリカやロシアなど世界各地でも雨や雪の降り方が変わり、さまざまな異常気象が観測されたのです。これらの現象から導き出される可能性は、宇宙空間には宇宙線の変動により地球に影響を与える宇宙の気候が存在するということです。宇宙というのは何もない静かな領域というふうに考えがちなんですけれども、非常に大きく乱れていて、あるいは嵐が起こっていてというふうに気候という概念がある世界なんですね。でその気候を決めているのは太陽の活動で、太陽の活動が数分単位からあるいは数千年のスケールで大きく変わるんですけれども、そういったもので宇宙の気候が決まっているということが分かっています。太陽系の一部である地球はこの宇宙の気候の支配下にあります。太陽は宇宙の気候をどのように変化させ、地球は宇宙の気候とどのような関係にあるのか、その謎に迫る今後の研究が期待されます。今太陽活動と気候変動をつなぐ宇宙船の存在が注目されています。地球の気候を宇宙との関係から捉える新しい研究が気象学の常識を覆そうとしているのです。地球の気候変動は地球の内部だけで決まっているのではなくて、もっと大きな太陽を中心とした宇宙空間、太陽圏の影響を受けて決まっているということが分かりつつあります。太陽抜きにして、いろんなことを考えても、実際はそのいろんなことが地球で起きるいろんなことが太陽に制御されていると、依存しているという、こともあり得るわけで、やっぱりその地球環境問題というのは、太陽を含めた非常に大きい、システムとして考えていかなきゃいけないんだというふうに思います。今
私たちの生活を支える太陽に異変が起こっています。この異変が地球に与える影響を探るため、多くの研究者が日々変動を続ける太陽の姿を監視しています。